見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。新型コロナウイルスの新たな変異株、オミクロン株の特徴が少しずつ明らかになってきた。感染力はデルタ株より強い恐れがある一方、軽症や無症状で済む傾向も指摘される。ただ、新型コロナワクチンを2回接種後に感染したとの報告が相次ぎ、専門家らが分析を急いでいる。オミクロン株は最初に南アフリカで報告され、世界で感染が急拡大している。当国ではデルタ株からの置き換わりが急速に進み、強い感染力がうかがえる。重症化リスクは不明だが、軽症で済む傾向を示すデータもある。欧州連合 EU の欧州疾病予防管理センターによると、EU 域内などの感染、3日時点は16カ国で109件確認され、判明分では全員が軽症か無症状で死者の報告はないという。厚生労働省によると、成田空港の検疫で感染が確認された2人も、発熱などはあるが軽症とされる。国立感染症研究所の脇田隆二所長は重症化リスクについて、拙速な判断はできない、と釘を刺すが、別の専門家は、重症化リスクがデルタ株などと同じなら一中感染で広がってもマスク着用や3密回避だけで問題ないかもしれない、と話す。オミクロン株は、ワクチンを2回接種した後に感染する、ブレイクスルー感染が目立つことも特徴だ。感染研によると、同種はウイルスが細胞に侵入する際に使う表面の突起、スパイクタンパク質の変異が約30箇所あり、デルタ株などの10箇所前後を大きく上回る。このためワクチン接種や以前の感染で体内に作られた抗体が、効きにくくなっている恐れもある。実際、世界ではブレイクスルー感染の報告が相次ぐ。日本の感染者2人も米ファイザー製などのワクチンを2回接種していた。脇田所長は、ブレイクスルー感染はデルタ株でも起こり得る。ワクチン効果がデルタ株よりも下がっているのかは、もう少し状況を見る必要がある、と指摘する。